ダメだ、投資能力はねえな。あ、ご近所劇団コマーシャルアートの店です。お疲れ様です。何のキャラ？いや、なんか次なんか投資能力があったらさ、はい、いろいろいいなと思って。インマイルームです。よろしくお願いします。今日のテーマ言っていいですか？システム手帳が向いてる人参戦です。意外と真面目な話。システム手帳気になってんだよな。糸とじやリングノート好きだったんだよな。でもなんかシステム手帳気になってるんだよな。でも私向いてるのかな。向いてるかどうか喋っちゃおうかなってこういうことですよ。腹立つあーってことですね。でもこれも、たくさんあるから要素は。だからこれは正解とは言わんよ、うん、正解とは言わないけど、僕が思うにこの3つはまあ検討してもいいんじゃないみたいなの3つ挙げます、うん、これをまあ1つの参考にしてもっと他の人も見てもらったらいいと思うっていう感じです。だから僕のも見てってことです。なんかシステム手帳についてのアドバイスとかたくさんあるでしょ。見てるでしょ。僕のも見てってことだよ。じゃあまず1つ目、秋っぽい人向いてます。秋っぽい人は向いてますよ。そりゃシステム手帳ってのは中身入れ替えれますからね。変えれますからね。糸とじはね、買った瞬間続けないといけないからね。飽きてらんないのよ。飽きた瞬間その手帳はまあ俺は変えてもいい、使わなくてもいい、使い切れなくてもいいって言ってっけど、役割を終えるのは間違いないよ。一定期間とはいえこれまずいわな。これはシステム手帳はないよ。システム手帳は、中身を、合わねえな、ないないってして変えたりとかできる。実際に私は、まあ、YouTuber だからってのもあるけど、いろんなメーカーのマンスリーとかウィークリーは、まあ、一通り、ある程度興味があったり、自分の金銭に触れるものは、一応買っちゃう。買って揃えてる。で、月によってとか、時期によって変えたりとかして、あ、こっちの方がいいなとか、土日置き方がいいなとかで買い替えちゃったりとかできてる。これは、秋っぽい人にとってはもうかなりでかいと思う。今までダイアリーとか、手帳なんか続きづらかったなって人とか、続けてたけどなんかシステム手帳がコロコロ変えるのええなっていうの、それは秋っぽい人ほど向いてるんじゃないかなとは思うわけよ。この中のリフィルもそうだし、外側もそうだよね。例えば、今バイブルはこのロルマ使ってるけどプロッターにしてみたりとか、他のメーカーもいろいろあるじゃん。アシュフォードとかいっぱいあるでしょ、はい、そういうので、同じリング系ぐらいだったらまあ使い変えれるわけよ大体は、うんうん、フランクリンプランナーとかみたいに、リング系とかサイズが明確に違うものも存在はするんだけど、基本的には、外見を変えたり中を変えたりとかっていうことができるわけよね。だからまあ言ったら、まあ、服のようにカバンのようにこう使い分けたりとかっていうことができるわけよ。じゃあ2つ目、形から入る人です。何でも形から入る人っておるやんか。で、形から入る人っていう言葉をネガティブな意味でよく使うよね。形から入るっていうのは あんまり人に言うとその人は基本的にはいい気分にならないと思うよ。でもあえて言うよ、ネガティブじゃないからね。形から入る人っていうのは形から入るよねって言っちゃってる人ドヤ顔かもしんないけど全然ネガティブじゃないよ。あんまり言わない方がいいなと思ってるの、相手に対して。この人形から入るねとか、その良かれと思って言ってるかもしんないけど、逆に聞くけど中身から入る人ってなんやねんって話やろ。でしょ。多分違うんだよ。形から入るの反対は中身から入るじゃなくて、中身と形を同時に出しましょうって感じなんだよ。中身から入るってことは存在しないんだから。例えばお店を作ってお金を儲けるぞって言ってる時に、外から入るっていうのはまずちょっとお店とかとりあえず店内とかこういう感じでお金をかけちゃう人が形から入る人でしょ、はい、じゃあ反対は中身から入る、どうも営業利益ですっていうな、おかしいやん。お店を作りつつ利益が出なあかんやろ、はい、ありえんやんか。だから形から入るの反対は中身から入るではなくて、形から入るの反対は形と中身を同時進行で行うっていうことなんよ。そういう意味では形から入るっていうのはちょっとあれかもしんないけど、でも全てのことは卵か鶏かじゃないけど、形は同時進行、少なくとも同時進行では形も入らないといけないんです。そんな中でも形の方が好きだな、形が大事だなって思ってる人向けです。形から入っちゃう人向け。中身が伴ってない時に様になるよシステム手帳。どんなに素晴らしいさ糸とじ手帳も、どんなに素晴らしいリングノートも、僕この手帳使ってんだよねみたいな時に、まあ、自分でもいいんだけど相手にでもいいんだけど、手帳を見せた時に、それ中身どうなってんの、中身やってんのって会話絶対なるし、自分でその手帳を見つめても中身書いてるか書いてないかになるよ必ず気持ちが。けどシステム手帳はもう外がちょっといい感じやんか、もうなんかもうちょロボットみたいでおもちゃみたいやん。だもう持ってるだけで意味があるみたいなことになるよ。だからほぼ日はちょっとずるいけどね。手帳カバーあんだけ認知されてるさ、言ったら中身全然書いてなくても手帳カバー持ってるだけで様になるから、まあ、手帳カバーにも同じこと言えるんだけど、システム手帳は特に中にとりあえず挟んでおけばいいわけよ、うん、で
形さえできてればとりあえずシステム手帳を使ってるっていう実感を得ることができるんで、あのさっきも言ったようにリフィルが合わなかったら取り替えたりとかしたらいいし、とメモの量がこれだったらちょっとなんか余白の分気持ち悪いなと思ったら外せばいいとか、使い方も自由自在です。で、まあ、例えば近藤とかだったらほとんど手帳タイムみたいな概念がないらしいね。手帳を開けて情報を調べたり、そのそもそも手帳が好きとか形から入れるんですよ。これ正解でしょってことなの。だからどちらかといったら形から入るタイプ、なんか外見からまず行きたいよねとか、まず周りを固めときたいよみたいな感じのタイプ、この人はシステム手帳向いてると思います。というのは使いこなせなくても手帳残るからね。糸とじとかの手帳たちは使いこなせないまんま1年経つと価値ほぼ失うからね。システム手帳は中身切り替えたら価値は失わないからね。外見が破れたりとか機能不全にならない限り。だから形から入る人っていうのは俺向いてると思います。3つ目、まあこれが一番僕はあの決め手だったんですけど、システム手帳にはまる、ノートの余白が嫌な人、これはシステム手帳向いてます。まあ僕余白が嫌というか積み重ねたいんだよね、人生を埋め尽くしたいって思う人と積み重ねたいって思う人がいるんですよ、人生において。あ、例えば1ヶ月を見た時に1ヶ月で何かを手に入れたのが楽しいって人と、1ヶ月間自分の理想的に過ごせた日が多い方が楽しいみたいな、楽しいで埋め尽くしたい人とか、楽しいを積み重ねたい人ってのが いるのよ、人間って。で、積み重ねるのが好きな人ってのは向いてると思う。で、それは具体的に言語化すると、まあ、例えばノートの余白が嫌な人なんですよ。糸とじとシステム手帳の大きな違いっていうのが、糸とじっていうのはまず1年間の手帳があるんだとしたらフォーマットがまあ決まってるじゃんか、まあ、それこそ方眼でも一緒なんだけど、書いて埋めていくじゃんか。余白が多いんだよね、書いてない場所が多いでしょ。で、だん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 埋まっていって完了するじゃん。余白が必ずある、書いてないとかたくさんあるの。でもシステム手帳は書いたものを詰めていって埋めていくじゃん、だから余白が圧倒的に少ないんよ。あ、てか少なくできるじゃん、自分のさじ加減だから。だから自分の欲しいもんだけで埋め尽くしたシステム手帳っていうのは、書かないといけないみたいな、まだ書いてない部分っていうのが極力減らすことができるんよ。これって手帳とかを続けようとした時に、ページが多かったりとか量が多い時に、え、これ続けれるんやろうかとか、うわこんなに余白があるとか、3日間もやらんかったんでこの余白にストレスを感じる人ってのはすごいいると思うのよ。で、こういう人たちはシステム手帳向いてます。書いた分だけ閉じていけば理論上余白ゼロだし、まあでもメモゾーンってのがあった方がいいから、余白のページは何ページかあった方がいいよ。でもそれは必要なページで済むわけよ、自分で。で、例えばデコとか失敗したわとかあったとしても破って捨てれるやん。糸とじとかリングノートはちょっとそれが難しいよね。マンスリーとか捨てれないし、ウィークリーの分とか捨てれないし、で糸とじとかもそれがないから、やっぱり強い精神力を求めることになる。でもシステム手帳はやり直して閉じ直したり、また新しいリフィル買っちゃったりすることができる。そういう時にはどう考えてもシステム手帳が安いんですよ。ノートを一冊も使い切ったことがない人ってノート手帳好きに結構いるからね、絶対。言わないだけで。信号無視一回もしたことないですかって聞かれて、大体の人はしたことないって答えるよ。けど、しとる人おるやろみたいな感覚よ。ノート手帳好きな人ってみんな、一冊のノート使い切れるとは限らないから、俺絶対にとも使い切ったことない人。いますよね。ぜひ。懺悔とかじゃないです。私使い切ったことないと堂々と言っちゃってください。ぜひコメントください。ってことよ。うん。だから、ノートを使い切ったことがない人とか、ノートを使い切るときに余白が気になったり、サボっちゃったりしたら凹むタイプの人っていうのは、糸とじよりもシステム手帳が向いてると思う。だから、買っちゃった方がいい。楽しいと思う。っていうことですね。まあ、とはいえね。一応。3つ言った後に言いますけど、どっちにしろですよ、システム手帳だろうが何だろうが、ノート手帳っていうのは一人用のゲームなんで、買って使わなかったって誰も文句言いませんし、まあ、皮は若干カビたりとかするらしいんだけど、手入れしたら使えるし、一生使えるし、ね、知り合いがさ、おばあちゃんが買ってくれたやつを、店群の動画見て使いたくなったって言って20年前の手帳現役で使ってるよ。そういうこともできます。うん、だから買ってまあ使わなかったとしても、まあ、別に何も困ることじゃないし、うん、だからまあ気楽にいきましょう。だけどまあ迷ったら買った方がいいってね、僕はずっと言ってますけど、システム手帳、まあ今回の3点ね、私そうかもって思った人は、迷ってるんだったら買った方がいいなと思いますんで、参考にしてください。というわけで、このチャンネルがいいなと思った方はぜひチャンネル登録高評価して次の動画をお待ちください。ハッシュタグイマルミンで Twitter、Instagram で視聴者の方は交流しております。そちらの方も楽しんでもらえると思うんで、よろしくお願いします。あと、サブスクリプションが2種類あります。詳しくは概要欄にありますのでぜひ見てみてください。とにかく私たちを応援してください。よろしくお願いします。ラブ。おしまい。ほら俺の予想ね、せっかくやしメンバーシップかどうか知らんけど。
あくまでも俺個人の意見だからね、予言者でもないし、一個人一ドズブの素人やけど、スウェッツがツイッターの完全上位互換には今んとこなんねんじゃないかなと思ってんのよ。うん、理由はなんか不満があったらすぐ振って新しい人と付き合う人がいたとして、この人はダメだ、だからこの人になるわ、この人にするわって言って付き合う人変えてうまくいくって保証どこにあるんですかっていう話。うん、だからこの人に不満があるから別れて新しい彼氏にしました、新しい彼女にしましたって言って、うん、確実にうまくいくかどうかなんて分かんないよねっていうことです。だからツイッターは不満があるからって、スレッズにしたからってなんか変わるんですかねっていう話。スレッズだってマネタイズは大変なんですよ結局、うん、広告入れるしかないんですよ。でそれはツイッターでその広告のせいでうざいとか、あのおすすめとなんか言ったらハイライト投稿とかさ、もうただただフォローしたのだけ見せてくれやんみたいな、うん、みんな言っとるやん、あれじゃあ儲からんけんあえてなって生きるわけで、それに不満があるからってスレッズが生まれたからって。でもスレッズも言ったらその見にくいですよね、めっちゃタイムライン、うん、だからなんでスレッズやったらうまくいくんですかっていう、うん、でそれはスレッズの方がいいよってなんかドヤ顔で言ってるコンサルとかあそこら辺が言ってる理論は、要はザッカーバーグ側というかメタ側からしたらスレッズで儲かる必要がないんですよそもそも、うんうん、あの Facebook と Instagram があるから、うん、だからそもそもあの Twitter よりも無料でとか気軽でとかいう感じで Twitter をとりあえず潰すためだけにスレッズをゴリゴリやることができるっていう理論なんよ。だからツイッターは、ツイッターで稼がないといけないけど、スレッズはそもそもスレッズで稼ぐ必要がないじゃん、うん、例えば飲食店があったとして、その飲食店で家族養ってるお店とめちゃくちゃ大富豪が息子がクッキー屋さんやりたいからって、ね、クッキーさんをやらせてあげてたとするやんか、うん、そしたらこっちの方が値段を ここと対決するんやったら、もうしこたま安くしたりとか、うん、そういうことでお客さんを奪うってことが可能だよねと理論上、で、うんうん、こいつが潰れた後にゆっくり考えたらいいじゃんってことができるんだから有利だっていう話なんよ、うん、そうだからまあ、あなるほど、だからみんなスレッズにすっごい勢いで移動したんだと思う。その、まあ、いわゆる承認欲求が高めの人とかはもう一気に行ったんだと思うんだよね、スレッズに、うん、で今併用してるんだと思うんだよそういう人たちは、まあ、で普段のユーザーはどっちでもええわみたいな、このまま私がツイッターと共に死んでもいいよみたいな人は移動しないし、うん、うん、なんだけど俺もそこもちょっといろいろ思ってて、タイミング良すぎない？うん、それは思った。スレッズの出資者の中にイーロンいるんじゃないかなと思ってんだよね。え、でもそれって何のメリットがあるんですか？スレッズが買ったら爆儲かりするやんか、イーロンがそれ株持ってたら。おー、でしょ。うん、だからイーロン・マスクからしたら損ないじゃん。で、うん、なんならザッカーバーグのあの性格上ツイッター買収すんじゃねまであるからね。じゃあ突如そのスレッズに移動する可能性となった API 制限みたいなあれも意図して、偶然かもなって思うよね。タイミング良すぎるじゃん。うん、だからそんだけタイミングいいってことはよ、なんなら買収されることまで織り込み済みかもしれんし、正直 あんま意味ないよねって思って、変化ないじゃん。スレッズになったらまあインスタと連動強制的にされちゃうからめんどくさいよね。あの要はインスタはもうツイッターのキャラクターじゃないんだってなったら、新しくインスタアカウントを作ってそれで紐付けしたりとかせないかんとか、うん、まあ面倒くさいのよはっきり言って、うん、で新しくコミュニティを作り直さないかんし、うん、でまあ正直ああいうのって買収してしまうのが早いから、新しく作り直してパクって締め上げて殺すよりも、だから買収するっていう流れももしね本当にそれがイーロンがあ、じゃないわ、ザッカーバーグが本気でツイッターを潰すために、ツイッターにシェアで勝つためにスレッド作ったんやとしたら、そういう風になると思うのよ。でもそしたらまた同じ問題が降りかかるだけじゃん、うん、結局だからツイッターが解決できてない問題をスレッズがチャレンジしようとするだけですよねと、ちょっと資本金があるだけですよねと、じゃうまくいかなかったら損切りされますよねってなったら、要は
意味ないじゃんっていうところは結局あるって思ったら、ぶっちゃけ変わんねえなって思ってるのよ。でもスレッズやるよ、そりゃ YouTuber だから、商売だから、俺人気者になんないといけないから、で維持しないといけないし、お客さんはね、だから SNS はやるさ、やるけど、こっからはもっと個人的な意見ね。さっき言ったように俺2010年とか9年ぐらいから続けてんのよ Twitter、うん、プロになる前からやってんの、うん、20代30代をツイッターと共に過ごしたんだよね。愛着的な、愛着っていうか、そもそも仕事じゃない一面があるのよ。けどフェイスブックとか完全に仕事のためにやってんのよあれ。プロになってから続けてるし、うん、スレッズも YouTuber になってからやってんじゃん、うん、だから仕事なんだよね、うん、ツイッターは仕事じゃない一面があるわけよ。だからなんかツイッターの方が楽しい。スレッズはこれからはきっと発信する側としてもう徹底するんだろうなみたいな、うん、だからツイッターがなくなったら私のちょっと危ういキャラとか私の根っこの部分とか本音とかはスレッズでつぶやくのかなみたいな。仮にまたあのツイッターみたいなちょっとね、あのヒヤッとするようなツイートを私がするようになったら、それ計算してやってることになるから、やってると思うから、まあ、つまんないよねお互いにみたいな。だからどうせ同じなら俺はツイッターがいいなと思ってる、うん、けどやるけどね、はい、うん、個人的に便利なのはあのスレッズのツイートをあのインスタにもう持ち込めちゃうこと、うん、あれ助かる、うん、俺インスタ苦手だから、うん、つぶやきだけで勝負できるから、文章だけで勝負できるんで、あれがもうちょっと便利になってほしいよね。インスタと同じなんだから会社が。だからインスタであの画面で文字を読んで、あ、もうちょっと読みたいなと思って500文字あるんやし、ツンって触ったらブンって言ってスレッズに飛べることができるみたいな。そこまで来てくれたら多少やる気を感じるんだけど、いつ来るかな。まあでも早いと思うよ。1年2年とかじゃないと思う。ほんと数ヶ月とかで劇的に変わるんだと思う。うん、うん、けどまあそういうね、時事なことも喋、ったりとかすることができる博識なカリスマ文房具 YouTuber 工藤さんの相方のお店です。違います。というわけで止めます。はい、投資能力があったらさ、はい、いろいろね、いいなと思って。まあどうせ本当に投資能力があったらもう絶対エロいことにしか使わないけどね、人は。お互いにな、男も女もな。銭湯とか絶対そうでしょ。それ以外に投資能力って何いるの、何がいるの。投資能力ってさ、とか透明人間ってさ、エロいこと以外使えないよね。まあそうですよね、だって持ってないでしょ何も。どういうこと。いや不法侵入するとか、あ違うか、うん、いやそう、鍵開けてとかっていうの。鍵開けて、うん、その鍵持てるのかっていう前提とか。いやまあ持てたとしてよ、持ってお客さん相手から見えないっていう状態だったとして、なんかエロいこと以外に何に使うの。透明人間とか投資能力とかないでしょ。もうエロいこと以外使えないでしょ。悪いこと、悪いこと何使うの。今言ったなんか不法侵入して、不法侵入して物盗む時に物がプカプカ浮くんだよ。うん、じゃあ見られてない時にやらないかんやろ。それを空き巣と言うんだよ。できるでしょ透明にならなくても。うん、なんか殺人とかそういうことをね、そういう重大犯罪とかもダメだよ。そんな時、それでさカメラに映らないってなってもさ、その時間にいない人が犯人だからね。一緒でしょ。アリバイ作らないといけないからね、私はここにいたって。アリバイ作れないからね、見えないから。透明にならなくたって一緒でしょ。うん、うん、ほら透明人間ってもうエロいことに使うぐらいしかないよね。じゃあ存分に使ってください、うん、そうね、透明人間慣れたらね、うん、まあ俺は透明人間なんか慣れないけどね。だけど透明人間はいるけどね。いるとは思うよ。いるんだ。いるとは思う。多分もうすでに未来から来たやつとかで透明人間はいると思う。ここにおるかもしれん、下手さ多分。え、謎のその音とか鳴ったりするのがその人が動いてるってことか。もう、あ、まあそういうことかもしれんけど、まあ、透明人間はいないとは、いないわけじゃないと思うよ俺は。いるんだとは思う、まあ、見えないからね。うん、だから、だけど多分いるよ、見られてるよ多分。まあ
まあ、その人が見たっていうことを俺たちに教えて嫌な思いをさせることはできんけどね。うん、うん、バレちゃいけないから。ほらこれも含めてさ、透明人間って何のメリットがあるんやろね。だってさ、なんで覗きとかさ、盗撮とかがさ、犯罪なの？相手に嫌な思い、そう、相手が嫌な思いするからでしょ、うん、でも別にさ、物を奪われたわけでもないじゃん、で、例えばよ、うん、見ただけでこっそり帰ってって見られたことにすら気づいてなかった、これ犯罪？あ、犯罪なんだよ、一応覗いたことがバレたら。まあまあまあ、でもバレた瞬間に嫌な思いするじゃん。え、覗かれてたの？聞かれてたの？とかになるじゃん、うん、バレなかったら嫌な思いはしないんだよ。だから嫌な思いするからってもちょっとおかしいんだけどね。だから透明人間が見てそれを宣言することができなかったら、これは罪に問えるのかね。私嫌な思いもしないでしょ。まあないのと一緒っていう感じですかね。うん、ってなったら、まあ俺は本当にその癖が分かんないけど、その癖の人はもうそれが興奮するからしかないんだろうけど、こっそり見たりとか、ああいう覗きをする人って覗かれてるよって相手が嫌な思いしないと意味ないんじゃないかと思っちゃうのよ。うーん、だから悪いことしてるっていう感覚があるから、あれ興奮してると思うしね、背徳感が楽しいし、その見られてないはずだと思ってる人を見ることが楽しいはずなんよ、うん、じゃなかったらだって用意したもんでいいやんか。こっそり見るんじゃなくて、見てもいいですよっていう人にラー言ってしまったらいいわけやんか。だけどそうじゃない人、こっそり見たい人っていうのは、相手がこれバレたら嫌な思いするだろうなとか、そういう感情、え、これは犯罪なんだよな、相手は見られてないと思ってるのを見ちゃってんだよなっていう背徳感がセットであるはずなんよ。うーん、透明人間はないじゃん。うーん、絶対バレないし、透明だから。多分ね、俺透明人間になったら覗きたいのかな。あ、そこまでいく？いやほら、やっぱ透明人間ってメリットないね。そもそものぞ、エロいことにも使う意味ねえわ。だって相手俺のこと認識しないくれないもんね。うん、俺別にやっぱそうだな、俺透明人間パスで一回止めます。なんで？いやいいでしょ、もう挨拶からじゃあ。いやいやいや、挨拶はあのままでいくよ。いや、全て挨拶だけ。いや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 、このままいきますよ。いや、いや、これがリアルじゃ、それは嘘になるって。いや、これ6分も使ってるんですよ。嘘になっちゃうって絶対。序盤に6分も使えるのですよ。いやいやいい、いやそれ綺麗じゃん。じゃあ、それは面子、面子のところでそれは嘘になるって。いいんですね。そう、なんかそれは絶対このままのテンションで何があったんだろうってなるし、この序盤の6分が何やってんみたいなのをちょっとダイジェストで出すとかにせんと、その別にしちゃったら絶対どんどんつまんなくなるよ。インマイルームのやつなくなるから。そう、こういうのが入ってるってのがいいんだから。なーげー。でもいやいや、それさっきの時言っときよかったのに。いやいや、それはあのあるんだって、いろいろそれはリアルにしないとダメだよ。お気に入ったらダメだって、2年もやってんだから。俺らお気に入ったら無限に置けるんだから。もうこれでまた長くなる。そう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 、っていうのがたまにあるっていうヒリヒリ感がないと、インマイルームって危うくないとダメなんだから。そう、インマイルームは、え、なんなのこいつら、なんかまとも真面目にやってないのかな、ちょっとグダってんのかな、なんか緩いなっていうのが売りなんだから。あれが癖になってんだから、ダメだよ。お気に入ったら、真面目にやったら負けるんだから、真面目な人たちに。まあ、はあ、そうでしょ、はい、不真面目と普通の人でやってんだよ、うん、ダメダメ、真面目なやつダメだよ。はい、はい、何の話だったっけ。ほんとよ、もう服のように、カバンのようにみたいな、うん、まあ服のように、カバンのように、光のように、かのかかおるってなるわけよね。絶対言うと思った。そうでしょ、はい、そう、服のようにカバンのようにってなるわけよ、うん、光のようにかのかかおるってできるわけね。結構序盤で多分カットしてます。取り替えれるってなるわけよ、はい、うん、もうしこたま言うよ、カットするんやったらごめんなさいって言うまでずっと繰り返すからな。もうカットしないんで許してくれって言うまでずっと言うからな、マジで。